まあ、ゆうが、いわゆる詐欺事件にあったんです。投資詐欺です。で、僕含め、数人の友達にだけ彼はそうました。で、僕のとこに来たのが、まあ僕はよくその話をよく聞かされてたんですけども、いろんな話僕も持ちかけられた中で、一番多かったのが、タレントが騙されたりなんかした時に、例えば貸した金とかも含め、取り立ててほしいっていう依頼がめっちゃ多かったんですよ、僕に。まあ自分でいけないんで、彼らは。だから僕に、何とかしてそのお金を取り返せないですかって僕は優に言われました。で、家族も含めてお金出してます。で、それが2000万ぐらいやったと思います。もちろんこの詐欺 を仕掛けた人間とはまだ連絡が取れてるなぜかというと優が疑ってるという素振りを見せてないからまだこういつはた優からお金を引っ張れるという思ってる状況だったんですよで優はこの投資詐欺の案件をある人物の紹介を得てお金を入れてますでここにも僕はちょっと優のやらせたがあると思ってて正直一回週刊誌に載ってるんですよこの詐欺事件めっちゃ騒がれました、えー、相手は西内マリアちゃんです西内マリアちゃんのお母さんから持ちかけられた話だった マリアちゃんはこのことを週刊誌に載る一歩手前まで知らなかったです。お母さんがマリアちゃんのお金を貸してて、お金を信用した人物に運用を任せた状況です。で、ユウ自身はもちろんそのマリアちゃんとの絡みもありましたし、えー、お金を儲けたいという気持ちもあっただろうから、えー、そこにお金を投資しました。で、僕はそのお金を、えー、詐欺仕掛けた人間のこととか、もろもろいろいろ調べました。僕が最終的に聞いたのは、ユウではなくそのマリアのお姉ちゃん、お姉ちゃんの元彼がバックボーにいるんです じゃないかみたいな話になって,て とりあえずこいつを呼び出さないとお金は返ってこないっていう話になったので、マリアちゃんのお母さんにお願いして、お金投資したい人がいるからって嘘をついて、えー、この犯人を呼び出してもらいました。で、その時、こういう状況になるまでの間に僕は、まあ彼から、いわゆるその反射というか、そういう仕事ができる人たちに頼まないと多分これ取り返せないよって話を僕はしました。実際警察に行ったところでお金は返ってこないだろうし、まあ、使い切ったなくなったと言われたら、返す 義務がないというわけじゃないんですけどもない人からお金取れないという状況なのでこの人からお金を取るんであればそれなりのやっぱりリスクがないと多分取り返せないと思って話をした時に U はそういう人にお願いしてほしいって僕に言ってきましただから僕は、えー、僕が間に入ってそういう人を繋げましたでその人たちが犯人を呼び出した時に、えー、言ってくれてその人間を捕まえましたでその犯人を捕まえたまでは良かったんですが蓋を開けてみたらその犯人もお金を全然持ってなくて100万とかもなかったから200万なかったぐらいやったと思いますで最終的 次にどうしますかというふうに判断を仰ぎました。 その方たちがで。その時の判断の中で向こうが持ちかけてきた提案というのが、白田さんのお金を取り戻すために、その犯人にもう一度詐欺を働いてもらって、別の被害者からお金を集めて、白田さんのお金を回収しようというふうになりました。これどういうことかわかりますよね。あくまで直接ではないですが、そういう指示を持って人に詐欺を仕掛けて自分のお金を回収してます。で、このことが週刊誌に一度乗りました。乗るか乗らないかですね。乗るか乗らないかでナベプロに連絡が行きまし で僕のところに連絡来ました、えー、事務所から呼び出されて、詐欺のお金を取り返すのに、いわゆる反社の人間を使ったのかと、事務所から問い立たされてると、でどうしようと、まあ、悩んだあげく、優はもちろんタレントとしての立場があるから、もう全部俺のせいにしていいよと僕は言いました。俺が勝勝手手にに動動いてて反射の人間を動かして お金を回収してきた。そう言ってくれていいよって僕は言うに言いました。じゃあ言うはありがとうって僕に言って、それを多分そのまま伝えたと思います。もちろん言はその時僕の名前なんか出してないって言いましたけど、出してました。それが分かったのは、その後、えー、大沢剛さんという鍋プロのナンバー2やった取締役の方がいるんですが、この方からの伝令で、えー、いわゆる鍋プロのタレントさん、まあ、ちょっとお笑い芸人さんとかは分かんないですけど、全タレントに僕と付き合いするなという伝達が回りまして、そのタイミングで志尊淳とか山田由紀とかは LINE が繋が繋がらなくなりました。 でもこれも僕はまあ言う救うためやなと思って我慢しました。で、和田正人から連絡来て何があったんですかお偉いさんから伝達来たんですけど、日嘉さん何かやったんですかって言われたので、まー後には説明しました。まあそういうことがあって、一旦この話は週刊誌に載らず流れたんです。でもその後、西内まりあちゃん含めお母さんのことだけは記事になりました。 で、それに対していろんな人が巻き込まれたということで、ユウの名前も含め複数のタレントさんの名前が出てました。で、その際、えー、先ほど言った他の人から詐欺を仕掛けてユウは自分のお金を取り戻したんですが、先ほど僕言いましたよね、もう一人逮捕者が出るかもしれない一般の方がで。これ誰かというと、マリアちゃんのお母さんです。お母さんが自分の知り合いをこの詐欺師に紹介してお金を 作りました。で、結局、えー、この事件が明るみになった時に、マリアちゃんのお母さんはもちろん責められました。でももちろんその時マリアちゃんのお母さんは、私も知らなかったという体で終わってます。でも事実は、白田が自分のお金だけ。 自分だけ助かろうとしてやった行動っていうのが、この事件の真相です。で、この事件を起こした取り替えという人間は、多分今、刑務所に入ってんのかな逮捕はされてると思います。今更この事件がどうこうなるわけではないですが、これだけ大きい金額が動いた事件で、他の人を騙して自分の分の騙されたお金を補填するという考え方っていうのは、先ほど僕が言ったように、自分さえ良ければいいという考え方に僕は通じてると思っています。もちろん、マリアちゃんは芸能の時、現役一戦ですごい頑張ってる時に貯めたお金、 ほとんどやられたって聞いてますだからお母さんにもすごい怒ったって言ってましたで優はその後マリアちゃんを慰めてましたそれは慰めれますよ自分お金返ってきてるからその後どうなったか知りませんお金が回収できたのかもしれないですし僕は聞いてないです優のことだけは大事だったのでだから僕は優が自分の身を守るために全てを僕のせいにしマリアちゃんのお母さんを使い詐欺師にもう一度作業を働かして自分のお金を回収してますこれが僕が墓場まで持っていくかどうかすごい悩んだ話です